おかえり、リジュ。すみません、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。はい、いらっしゃい。早く部屋でゲームしようぜ。うん。ほら、リジュ、早く早く。わかってる。後でおやつでも持っていこうか。うん。ありがとう。まったく、追っ払っても追っ払っても湧いてきやがる。ウジ虫どもが俺のリジュに慣れ慣れしく触りやがって。わかっているんだからな。お前らがリジュを狙うケダモノだってことは。入るよ。ケーキでもどう？千里さん、いつもすみませんね。ああ、俊介くん、こちらこそ。いつもリジュと仲良くしてくれてありがとう。いえ、俺リジュのこと大好きですから。そう、ごゆっくり。おれ榊俊介、俺の前で抜け抜けとほざきよって、いつか完全犯罪で抹殺してやる。うん、うん、うん。おいリジュ、あの人誰だよ。すっげえ綺麗だな。もしかしてお姉さん、付き合ってる人いんの？別れた奥さんならいるよ。え？綺麗なパパでも好きですかってことだよな。あ、船場。もしもし。ああ、今やってる最中だ。間に合うに決まっているだろう。お邪魔しました。二度と来んなよ。いや、なんでもない。こっちの話だ。本当か？本当に、さっき春夏先生の。ありがとう、船場。なんで貴様がまだここに？卑怯だぞ！ケーキに手をつけなかったんだな！卑怯が効いて呆れますね。え？ケーキがどうかしたの？なんでもないよ。リジュが気にすることじゃないから。パパ、ケーキ古かったのかな？あの二人、ケーキを食べてからおかしくなったんだ。そうか。それは。二人とも、ここに来る前に変なもんでも食ったんだろう。そうだよね。パパに限って変なもの出すわけないもんね。そうだよ、リジュ。じゃあ僕、部屋でゲームの続きしてるね。これで恩を売ったと思うなよ。思いませんよ。それより、もっとリジュのことを考えてやったらどうです。友達が来るたび、みんなああやって追い払って。俺みたいな親友、作らせないつもりですか？お前みたいな友人を一番作らせたくなかったんだよ！まったく。リジュに近づく男が全て横島の感情を持っていると決めつけるのは勘違いですよ。勘違いじゃない。剣にもう宙に。問い詰めたら逆ギレして私に襲いかかってきたんだからな。まったく、どいつもこいつも。それで、あなたはどうしたんだよ。俊介、なんだ、急に。で、どうしたんです。どうしたも何も、たまけって追い出した。それにしても、あなたは自分のことがよくわかってない。これで30代なんて、詐欺ですよね。先生。いるんでしょ？高司先生！船場！ほう、余裕ですね。遊んでいらっしゃるということは、もう終わったんですね。今休憩中だ。もうすぐできる。それではとっとと再開。じゃあ俺、リジュの部屋に戻ります。待て、鎖君だと許さんぞ。リジュがケダモノの餌食に。終わったぞ、船場。お疲れ様です。はい、先ほどお話ししたご褒美です。
あなたの欲しがっていたミステリー界のベストセラー作家、佐紀俊華先生の直筆構想プロットです。まったく大変だったんですよ、これを手に入れるのは。ありがとう船番、大切にする。はっ。それでは私はこれで次回作もよろしくお願いします。あ、そうそう、くさっとね。あっ、ご苦労様。嘘みたいだ。この世界に入るきっかけになった人の直筆プロットが今この手に。一体どんな女性なんだろう。じゃあな、リジュ。うん、シュンスケ、またね。シュンスケ。お？あれ、見送ってくれるんですか。誰が。私はこれ以上リジュに近づくなと宣告しに来たんだ。と言い続けているが、お前は全然めげねえ。そりゃリジュとは親友ですから。時々こいつは本物かなと思ってしまう。俺の嫌がらせに黙って4年も耐えているし。あ、何ですかそれは。ダメ。これは私の大事な人のものなんだ。大事なって女の人。まあな、お前には関係ないだろ。そう、確かに関係ないですね。誰と誰が恋愛しようが本人たちの自由です。誰も口出しできない。それはお前とリジュがどうなろうと口を出すなということか。そうだとしたらどうします。許さんぞ。お前には親友だと思っていた奴に裏切られる気持ちはわかるまい。実体験ですか。ああ、そうだ。だからリジュには同じ思いをさせたくないんだ。特にお前はリジュに好かれているからな。それなら心配ないですよ。うん、俺好きな人いますから。ああ、おお、生意気なお前にそんな相手かな。で、誰なんだそいつは。気になります。そりゃ、それは単なる冷やかしですか、それとも俺に対する好奇心ですか。その懐にあるものを見せてくれたら俺の好きな人を教えてもいいですよ。これは私が尊敬してやまない佐紀俊華先生の直筆構想ラフだ。な、何かと思えばそんなもの。そんなものだと。佐紀俊華先生は私の憧れなんだ。その人のものをよりによってそんなものとは何だ。千里さんってそんなにその人のことが好きだったんだ。好き？そんなんじゃねえよ。私は彼女のことを愛している。じゃあその人が付き合ってくれと言ってきたら。そんな風に考えたことはなかったな。でもそうだな、彼女のことをもっと知りたいとは思っている。その言葉忘れないでくださいね。ごちそうさま。結局俊介が好きな奴が誰なのか聞いてない。ああ、気になるじゃねえか。ってなんで私が俊介のことをこんなに気にせにゃならんのじゃ。パパ、俊介がどうかしたの。なんでもありません。そう、じゃあ僕ちょっと俊介の家まで行ってくるね。あ、気をつけて。いちゃダメです。俊介の家に何の用があるんだ。俊介ってば、テストに使うノート忘れてっちゃったんだ。こんな可愛いリジュが夜に外出などしたら。君可愛いね。みんなでいいことしようか。気持ちいいことしよう。やだー、助けてー、パパー。どうしたんだ、その
この格好。かわいそうに、俺が慰めてやるよ。はぁ、俊介やめてー。この音は奴の作戦だ。いや、もう遅いからパパが届けるよ。地図を書いてくれるかな。この字は。パパ、これ。パパ、どういうことだ。さっき俊華先生と俊介の事態が一緒だなんて。俊介いるんだろ、入るぞ。千里さん、どうしてうちに。どうかしましたか。そのノート。俊介、お前さっき俊介なのか。はあ、玄関では何ですから、上がってください。今は誰もいませんし。どうぞ。これはさっき俊華先生の水木シリーズの構想ラフ。じゃあ未発表短編ではないか。やっぱりお前がさっき俊華先生だったんだな。どうして黙ってたんだ。だってただでさえ理事のことで嫌われてるのに、年下の俺